どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。リオ買ってきました。チャッチャとね、開封してチャッチャと組み立てようと思います。はい、ランナー4枚とポリキャップですね。今回は色分けも見事なのでシールはなしです。そして、今回は、部位ごとに、ランナーが集約されていて、組み立てやすくなっているということらしいですね。ただまあ実質ね、3枚のランナーなので、まあパーツ数限られてますし、最初にね全部パーツを、切り出しますから、部位ごとに集約されたところで私には関係ないですね。はい、それではね早速、組み立てていきます。パーツ構成や構造が、伝われば良いかなと思いますので、組み立てシーンはね、全部流さずに、ある程度ね割愛して時間短縮でお届けします。胴体の胸部は前後分割で合わせ目がサイドに出ます。腹部はパーツが2つに分かれていて、ボールジョイントでの接続ですね。頭部のメインカメラはクリアパーツになっています。一度はめると外せなくなるので、まあ仮組の場合は目立ちにくいね角の部分などにピンバイスで穴を開けておくとバラしやすいですね。単純な形状だからということもあるでしょうが、頭部のパーツ分割は見事で合わせ目なし、色分けもね完璧です。はい、続いて腕の組み立てですね。前腕が前後分割で合わせ目がサイドに出ます。今回は関節の構造が注目のようですね。色違いとなる関節も、後からはめられるということで、この後組み立てる膝の関節も同様ですが、塗装派ユーザーにも優しい仕様になっているということらしいですね。まあありがたい仕様だとは思いますが、ポリキャップでねパーツ同士をつなぐ昔の仕様の方が、塗装派ユーザーには優しいと思うんですが、まあ、余計なことはね言わない方がいいですね。はい、肩の関節は上下分割ですが、合わせ目はモールド化されていますね。はい、続いて腰の部分を組み立てます。股関節周りも結構しっかり、作り込まれてるなという印象です。定価が1080円の商品ですからね、まあ、下から覗き込まないと見えないような股関節部分は結構ね雑な作りになりそうなもんですが、3つあるスラスターの内部のディティールなんかもしっかりしていて、まあ、手抜きのない作り込みは本当にね驚異的だなと思いますね。はい、足を組み立てていきます。足裏もしっかりとしたディティールですね。肉抜き穴もありません。足の走行と、足裏の成形色も、別になっているので、この辺のね、色の再現度もすごいですね。まあ、何度も言いますが定価1080円なので、今回のキットはね本当に力が入ってるなと思います。はい、硬い太ももそれぞれ前後分割で、太ももの内側にだけ合わせ目が出ます。それ以外の場所はモールド化されています。関節部分はこちらも後から、はめられます。後ろ側に関節カバーをかぶせることで、ロックされて引っ張っても、抜けることはありません。最後にかぶせる、ロックを兼ねた関節カバーが結構ね外しづらいので注意は必要ですね。回転軸のある大腿部となっています。走行が、干渉するのでそこまでね自由度の高い股関節とはなりませんが、それでも十分な、可動域を実装した股関節周りになっています。105ミリライフルですね。左右分割で中央に合わせ目が出ます。
円筒形をしたマガジンは左右分割で、部分的に合わせ目、一部はモールド化されています。最後にシールドを組み立てます。裏側にサーベルホルダーがあってビームサーベルを2本収納できます。噛み合わせがタイトでピンも細いので抜き差しには注意した方が良さそうですね。シールドは肩の装甲を取り外して肩へマウントするようですね。手で持つタイプのシールドではないようです。はい、ということで、組み立て完了です。シンプルなデザインのリオーということもあってパーツ数も少なめで組み立ても簡単ですが完成品のクオリティはとても高いですね。合わせ目はありますが目立ちにくいですし、まあ武器を除けば場所的にもモールド化してしまえば良い場所が、多いかなと思います。どの合わせ目を消すか消さないかで変わってきますが、特にね関節ですけども色違いのパーツは後からはめられる箇所がほとんどなので、まあ、確かに塗装のための準備という点では難易度が低いキットだと思います。色再現度もかなり高いですね。まあもちろん完璧ではなく、胸だったり、ライフルだったり一部には漏れはありますが、それでもね精度は十分に高いですね。塗装派、素組み派、まあどちらのユーザーもね満足させる仕様に、なってるんじゃないかと思います。まあデザインについては好き嫌いあるのかもしれませんが、ちゃんとね DO の雑魚感みたいなものも出ていて、文句なしの仕上がりだと思いますけどね。はい、可動域です。可動域はもう圧倒的ですね。シンプルなデザインで干渉するような要素もないので、自由自在に動かすことができます。頭部だけはね固定となっていますので、動かすことはできません。バランスもすごく良くて可動軸が、複数箇所にあるので、縦膝なんかもねすごく、ごく自然に決まりますね。はい、あまり動かしすぎるとアンクルガードがポロポロ外れるのがやや、残念な点ですかね。はい、ということでリオの組み立てとレビューでした。まあほとんどの店舗でね割引で買えると思うので、まあ、このクオリティの商品を1000円以下で買えますから本当にすごいですね。安価で、パーツ点数も少なめなんで、まあ、しっかりと作り込むっていうよりは、まあ、個人的にはですけども塗装のテストとか、練習の類に使えそうだなと感じました。はい、ということで以上となります。どうもありがとうございました。それでは失礼します。